牧野智章選手、よいしょ、ありがとうございました。こんにちは。もう何回目俺、いや、もうレギュラーもうレギュラーなのに、準レギュラーじゃない、レギュラー、いろんな企画出てるよね、うん、ありがとうございます。一日密着ありがとう。反響がすごい良くて、マジで、うん、そう、どんぐらい良かったの。いや、かなりね、うん、あのでもね、うん、意図的には身近に感じてもらうっていう、うんうんうん、あのね、サポーターだって視聴者の皆さんに身近に感じてもらう、うん、だいぶ離れちゃったG リーガーのオフの密着なのにスターの一日みたいな感じになっちゃったあのね、俺の周りでもめっちゃ反響あった。あ、本当？浦和の選手はもちろん、浦和、うんうん、のスタッフ、うんうん、まあ俺の身内、うん、すごいね、やっぱ見てたけど、うん、まあ身内は、うん、ああお前、まあそういうことしてんだろうねって感じだよね。チームメイトとかもね、いつも通りのね、いつも通りだよねって感じだけど、やっぱちょっとこう一個離れた人たちは、うん、いやいや何それオフみたいな。でもね、嬉しかった本当に、うん、俺自身もこの大ちゃんのチャンネル通じていろんな人に知ってもらえたら嬉しかったです、うん、で、一応キャリアを言えば、はい、広島からもう、はい、あの浦和レッズ、はい、あとはネットで調べてください俺のキャリアをね、ウィキペディアで見てくれといっぱい書いてあるって雑よくね、見るよ、他の選手のちゃんと言ってるじゃん。レンタル先からさ、戻ってきたとか全部言ってるよ。雑だな。あのね、個人タイトルでちょっと一ついい、うん、はい、一番嬉しかったタイトル、うん、もういっぱいあるよ、今までこう、フェアプレーとかあるけど、あるよね、いろいろ、ワールドカップ、うん、イタリア人級が選ぶ、うん、ワールドカップベストヘア賞めちゃくちゃ嬉しい、これめちゃくちゃ嬉しいイタリア、あのファッショニスタの国があのワールドカップで、うん、あの選ぶベスト5人のこの髪型って言って、プレーじゃないよ、プレーじゃない。ちなみにさ、うん、5人の中でちょっとなんか視聴者が知るようなっていう、ネイマール、おい、ネイマールいましたよ。はい、ネイマールいたけど、あとはよくわかんないけど、マキノがいたんだよ。すごいね。いや、めちゃくちゃすごいよ。それはすごい。プレーじゃないから。プレーじゃない。今度いきますが。はい、牧野智章が今までやってきた中で嫌だったフォワード、うん、ベスト3。ああ、その企画、うん、まあやってるよね。やってる、流行ってるよね、流行ってる流行ってる、流行ってる。でもやっぱり、うん、あれなんですよね、そのキャリアがあったり、うん、実績があったりする選手たちが、はいはいはい、どういう選手とやってきてっていうのは、あ、やっぱ俺さ、もう言ったらさ、はい、一般人になったわけじゃん、はい、スポーツ選手になったっていうのもなんだけどでそれで気になるもん、やっぱ。なるほどね、どういう選手が嫌だったのか、じゃあどこかっていうのが、はあ、なるほど。え、それってやはりこう日本とは、まあ、もちろんもちろん、いろんな、いろんな、だから自分のキャリアの中でなんで、なるほど、オッケー、それを言語化できるマキリだから逆に聞きたい。オッケー、はい、フォワード、フォワード、うん、フォワード対峙して嫌だった、まあウィングでもまあありますえ、でもそれガチだよね。ガチガチでね、ちなみに、うん、喜ぶことうん、教えちゃろうか、うん、教えてくれ、教えてくれ今までキーパー目線で、うん、嫌だったフォワード、うん、ベスト3を東君に聞いたわけよ、うん、第2位なんでえ、待って待って、なんで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 東はなんで俺を2位に入れたの。生き止まがストライクマジで嘘第2位。いやもうね、やっぱりね、これまで代表でも長く一緒にやってるし、うんうん、やっぱトレーニングをしてみてるから嬉しい。そういうの嬉しい。東ありがとう。東ありがとう。でもね、俺もね、ちょっとその感覚で今、うん、嫌だったフォワードって聞かれた時に、うん、いつもフォワードで対峙するマークする選手よりも、うん、やっぱこうたまに上がってくる人とか、はいはい、サブで出てくる人とかの俺嫌な印象があって、はいはいはい、そうね、うん、だからそれはちょっと書かせてもらいます。あ、お願いします。はい、はい、もうね、大ちゃんのね、うん、あのよくよく知ってる、書かせてもらいます。これはね、本当にあのそう、びっくりするでしょ。びっくりするでしょ。びっくりする。びっくり。だからびっくりしますよ。じゃん。田原豊選手、はい、つっても多分しっくりきてない人もいると思うんですけど、はいはい、もうね、田原豊選手、僕よりも世代上です、うん、大ちゃんと同い年なのかな、はい、だから説明させていただければ、はい、僕の鹿児島実業の1個下の後輩です、うん、で横浜 F ・マリノスに入団して、はい、その後、京都パープルサンガとかもいました、はいはい、で、なんで僕が田原選手を書かせていただいたかっていうと、はい、僕がプロ2年目の時にですね、はい、当時僕がサンフレッチェ広島でプレーしてた時に、田原選手は J2 で僕は J1 だったんですけど、はい、じゃあなんで田原選手かっていうと、うん、忘れもしない入れ替え戦に、はい、私たちサンフレッチェ広島が、うん、2007年ですね、うん、16位という結果
かでフィニッシュして、うん、当時 J2 の3位だった京都とプレーオフやりました、うん、でそこでなんとなんと田原選手のスーパープレーに、うん、僕はもう目の当たりにし、うん、で実際僕もマークしまして、うん、空中戦では負け、くさびれはガツンとキープされ、うん、もう本当に手に負えないなって改めて思った。 J1 でもその年僕ずっと1年間やり続けましたけど、うん、いろんなフォワードやってきましたけども、それよりもかなりの衝撃を与えてくれた選手なんですね。で実際に自分のマークでも決められましたし、うん、で結果はなんと京都に負けてしまい、うん、J2 に落ちたっていう、うん、僕の中の苦い思い出と、うん、かなり衝撃を受けたフォワードだったので、うん、この選手が これからどうなっていくのかな楽しみにしてた選手でもあったので、第3位に上げさせていただきました。185センチぐらいで、うん、体重も85ぐらいで、はい、足も速くて、ね、ジャンプ力もすごいよね、すごくて、うんうん、そう、その当時も本当どうせバケモンでしょ、バケモン。俺も結構その先輩としてめちゃくちゃこの人なんか悪いとこ蹴ってないなって思ってたから、うん、あ、こういう選手が日本代表でプレーするんだろうなって思ってた一人だし、うん、まあだから田原選手ね、もう一回ちょっとこういろんなバトルやりたいなと思ってたけども、その後対戦ですることができなかったから、うん、はい、すごく衝撃を与えられた選手です、うん、はい、第3位、第3位、はい、第2位お願いします。はい、第2位は、はい、佐藤久人選手ですね。はい、これまたですね、僕もね、長くですね、同じチームでプレーさせていただきましたけども、うん、僕がもうディフェンダーとしてももうペーペーの1年目の時から、練習後もそうですし、まあ練習中も常にバトルしてですね、うんうん、もう僕をこう育ててくれた、うん、もう日本代表するストライカーなんですけど、うん、なんていうのかな、よくオフザボールの動き、うん、ボールがないところで駆け引きをする選手って言いますけども、うん、なんであんなに点が取れるか、うん、なんであれだけ背が小さい選手がゴールを量産できるかっていうところを、うん、もう佐藤久人選手が教えてくれたっていうところなんですけども、うんうん、一番今まで対戦してきて捕まえづらくていやらしくて僕に怖さを与えてくれた選手ですね。同級生、同級生、またそうだ、また大ちゃん世代だ。そうなんだ。そうで、なおかつあとはこうサッカーもそうですけど、うん、人間性です、うん、人として僕が若い時に、うん、マキネって、うん、サッカー選手はっていうところを一から教えてくれた人、うん、夢を持たせなきゃいけないんですよ、うん、ピッチの中じゃなくて外でも持たせなさいっていうことを久人さんから学んだこと、練習はジャージで来るなよ、うん、私服で来なさいよっていうところもそう、うん、そうなんだ。服も持ち物も履いてるもの乗ってるもの全てにおいて夢を与えなさいって言ってくれたのも久人さん、だから僕にとってこう久人さんと出会えたのはディフェンダー像としてこう成長させてくれたのもそうだけど、人としてもね、うん、成長させてくれた、成長させてくれた、かなり僕にとっては大きな存在です、はい、第2位佐藤久人選手、はい、もうね、第1位はね、もう、迷わずです、僕って来たら、ちょっとここまで来て1位ってすげえ、なんだ、誰だろう、全然迷わずって言ったら、いやもう迷わない、迷わない、多分、一緒にやってる選手なんだよな、絶対。いや、もうねちょっとじゃあ隠しながら、あ、隠して、俺もさっきも予想してた、誰だろう、いいですか、じゃあ第1位、はい、もう文句なし、うん、これ文句なしです、うん、いきます、はい、ダン、はい、ファンニステルロイ選手まさかここ来るとは思わない日本人じゃない日本人じゃない、もうね、うん、このファンニステルロイ選手、うん、まあもうサッカーやってる方だったらもう誰もが分かりますよ、うん、もうレアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドで活躍しました、うん、でその後僕がね、ドイツのケルンでプレーしてる時に、うん、ハンブルグ SV に移籍してきたんですけど、うん、最初の2試合目か3試合目だったんですかね、うん、当時のケルンの監督から、うん、マキノと、うん、ディフェンダーじゃなくてボランチでプレーすると、うん、マーク、うん、マンマークはあのファンニステルロイだと言われまして、うん、僕がこうゲームでね、うん、もう使ってた選手なんですよ、はいはい、小さい頃からゲームで使ってた選手が目の前にいて、はい、自分がマンマークする相手なんですよ、うん、もう身長は190ぐらいあるんですかね、うん、で体重も90キロぐらいあるんですかね、うん、でかい、ボール見えない、うん、かっこいい、うん、なおかついい匂いしてもうね、試合どころじゃなかったっすねあ、そうなんだ、自分がゲームで使ってた選手が目の前にいて、うん、かっこよくていい匂いで包まれちゃって、うん、その試合なんと4点ぶち込み回して、このファンニステロイに、で結果は6対1か6対0だったかな、うん、で負けたんですけど、うん、マンマークした相手に4点ぶち込まれまして、もう全てにおいてもう完敗、もうプレーも乾杯、うん、匂い乾杯、かっこよさで乾杯、もうね俺もうキュンキュンしちゃってあ、そうなんだ、ファンファン、もうファン、
うん、90分間ピッチでもうマークじゃなくてファン。あ、そう、うん、いつ写真撮ってほしいとかサインもらえんのかなって思わせてくれた選手、うん、憧れですね、僕の。もうダントツ、ダントツ、うん、もうほんまかチームにいっぱいすごい選手いるけども、うん、今そのテーマ聞いて、あ、1位はもうこの人しかいないと思って、はい、牧野智和選手の、いや、智明ひどいねでもちょっとヘディングしすぎたからやばいやばい、智明です、智明です、言ってください、もうほんとすいません、はい、牧野智和選手の、はい、第1位はファンニステルローイ選手、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。